奈良クラブは昨シーズン所属していたアマチュアのトップリーグ JFL で優勝、さらに観客動員数などの条件を満たしたことから奈良県で初めてプロリーグ J3 への昇格を果たしました。初の J3 でのシーズン開幕を前に8日午後新体制発表会が開かれ、監督や選手らが今シーズンの抱負や意気込みを語りました。どんな時も、皆さんと手を取り合いながら、奈良一体となって前に進んでいける一瞬一瞬に、していければなと思っております。Entonces esta nueva temporada en un reto tan difícil como es el estar en J3 tenemos que volver a mostrar esta unión pues a todo el fútbol japonés. 奈良県生駒市出身で新加入の鈴木大成選手は、奈良県のシンボルである東大寺の大仏のようにチームに力強さ、安定感、安心感、そんなものを与えられるプレイヤーになろうと思います。 J3 奈良クラブの開幕戦は3月5日、ホームで松本山雅 FC と対戦します。